お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらマジやっちゃうウォールブレイカーヤナアメバージョンやっていきたいと思います。これね2年ぐらい前かな、まあ結構前に流行ってたデッキで、僕もすごいね愛用してたデッキなんですけど、ちょっとね使ってみようかなと思います。マジやっちゃうウォールブレイカー、今ねトルネ型が結構いるんですよ。トルネード入りで、マジエチャトルネで、まあ何でも守るよねっていう、まあデッキ多いんですけど、ちょっとこの昔の方もね、やってみようかなと思います。でね、ヤナアメ型はね、あんま使われてないんですけど、まあ理由としては、ボムタワーのね、爆破ダメージが下方されたことによって、結構ボムでね、防衛ができなくなったんですよ。まあ空とかですかね、空デッキであったりだとか、まあバルーン系とか、今までボムの爆破頼りだったので、まあ、ボムの爆破ダメが下がったっていうことは、まあ、全然防衛力が下がったっていうねところで、トルネードがないとなかなか防衛面でねちょっと勝てないっていうのが、まあ、あるからだと思うんですけど、まあ、全然使えないことはなさそう。さあダクプリボンバーグレードブイヤード OP だと思うんですよね。 GY スケラだと思うんですけど、遅延スケラかな。おい、さあスケルトンラッシュギター、ここはマジやっちゃ低めとコウモリで芝居ていきましょう。でボムにも頑張ってもらって、いやこれ本当はねディガーとかをね組み合わせられるともっとよかったんですけど、まあ、そんなコストはないというかカードサイクル的にね。で4のファイボか、ファイボ型の普通の遅延スケラですね。さあちょっとディガーで削っていこうかな。でスケルトンラッシュのダメージはやっぱこうほとんどね貫通するっていうのは無理なので、まあその分ちょっと僕もねしっかり攻めて、なんかいい感じにできればなと。で、ボンバーいたな。まあ、ボンバー嫌でやれるんでね。やなめ、攻めやなめと、あとは防衛やなめもね、狙って、マジアチもちょっと攻めで使えたら、ちょっと使っていきたいね。居抜きてー。あ、居抜くか。もったいないかな、なんか。防衛マジアチも結構強いからさ。いや、でもいい。いや、いい。いや、全然いい。全然いい。全然いい。これはいい。こんだけ、刺さってくるの美味しいし、なんなら、さ、ベビドラ。で、いやー、これ裏ならちょっとやだね。で、一応ディガーがトルネードいいしてくる読みだったんだけど、これさ、ヤナアメでさ、無理やり壊してウォールブレイカーをタワーに。いやいやいい、ちょっとやりすぎなんだけど、やりすぎぐらいがちょうどいいみたいな。さあさあさあ、ちょっと上、頑張ってもらってね。上頑張ってもらい。いや、これちょっとスケラのターゲットをね、ウォールブレイカーで回避して、いやいい、熱い熱い熱い。しかもなんだろ、なんだろ、なんだろ、ベビーがあっち行って、いや、いいよ。結果的に、良かった。よしよしよし。結果的には良くて、まあ、こっからは、しっかりベビドラが、なんかね、攻撃したら、その瞬間に、ヤナアメ、ターゲット取ったらですね、ヤナアメじゃない、コウモリですね。であとは、意外とこのボムで守れるから、でさ、カウンターというか、相手がね、攻め取るでも使ってる。よいしょ。で、檻かな。で、この檻には、マジアチかな。いや、マジアチャ。いや、マジアチャ行くか、今ね。ちょっとひよったっすね。さあ、一瞬、待って。ベビーさえやっつけてしまえば、もう俺のも。なんだか延命してあげてね。いや、いや、これはもう来たでしょ。絶対来たでしょ。このマジックアーチャーがまず相手はきついですし、最悪ね、端前2周目も狙える。オッケー。いや、いいね。まあ、ヤナアメってね、スケラの防衛にも優秀なので、まあ、困ったらヤナアメ防衛とかもしつつ、マジックアーチャーで守れば、まあいい感じ、こんな感じでカウンターできるんじゃないかなと思います。よろしくね。なんかスケラに対してね、マジックアーチャーこのキングウラに出すのが結構優秀ですね。キングウラと、あと対角に、対角の位置に、なんかユニット出すと結構守れます。さあ。何が来るかな、まあ、僕はゴリゴリ攻めていこうか。ディガーオールブレイカーまでやっていきましょう。さあ今回って墓石なので、まあ間違いなくラバルですよね。しかもザップだったな。さあちょっと嫌で、ラバルか、まあちょっと嫌ぐらいかな。ボムの爆破がないのが個人的に嫌ですが、まあ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 、ここ相手がザップ使った後で、いや地味にうざいよね、このコウモリ。地味うざね。いや思ったよりだな。さあちょっと攻めの構えをしながら、しながらの、ちょっと結構攻めます。やりすぎぐらいがね、ちょうどいいと思うんですよね。でさ、マジアチャも出してあげて、これね、最後も1本折られていいですね。で、これザップ打たれるんで、正直ね。
ザップのコストが今ギリないけど、まあ、ザップ打たれる。まあまあまあ、これはもうね、一旦シャーなしでね。あ、でも、あれか、俺、ヤナアメだから、ラマ溶かしてしまえばみたいなとこあるんすね。いや、ちょっと痛えなー、このダメージ。で、ボス的もあったんでね、オールブレイカーがね、普通にボス的でいかれるんでね。うん。さあ、ちょっと。相手も俺も暇してんね。絶妙に暇してるよ。まあ、ここ矢で耐えますか。いや、ラマ溶かすことにちょっとね、フォーカスを当てていくのも大事かもしれない。いや、これな、墓石が強すぎる。いや、これ、無視か。相手も一本確実に。うん。ガゴ使ったっけな。さあさあさあ。いや、これさ、いや、ボムマンさすがにこっち置いて、まあ、これはもう11になるっすね。11になる。さあ、ディガーでちょっと確実に削っていきたい。これさ、この位置からやばいかな。ウォールブレイカー。いや、でも入る入る入る。ナイス。熱い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 。激熱。相手なんかもう反対側来てんだけど。そんなことある。反対側来てる。さあ、ちょっとね、攻めてあげよう。攻めてあげて。いや、これ守りたいね。外側に回んないでほしいな。いや、バルキリーがね、これ見て。いい感じに。いや、しかもマジックアーチャーもいい。オッケーオッケー。ナイス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 。で、インドラの事故気をつけて。インドラの事故気をつけて。おつあ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 、待って待って、三角邪魔、三角邪魔、三角邪魔、邪魔来ないで。オッケーオッケー、いや、いい、よしよしよし、なんで勝った？まあ、ヤナメがね、活躍したのもあるんですけど、まあ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 、なんか知らんけど勝てましたね。バルキリーとかで、しっかりなんかね、攻めて、そこに三角とかをね、使わせたことによって、ラバの防衛が結構楽になったっていうのはありましたね。まあ、正直ね、ラバのファイボとかはね、ちょっときついですね。墓石とかね、ウォールブレイカーがあんま通んないし、間違っちゃいかれるし。まあ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 、さあ、ギギ。よろしく。お、すごい位置の参考だな。もうなんか、ウォールブレイカー来るでしょ、みたいな。いや、これ、スパーキーレイジっぽいな。いや、マジ、スパーキー防衛。なんかね、うまくいくときはすげえうまくいくんですけど、いかないとき全然うまくいかないっすよね。いや、コウモリ残んねえか。え？エリパ？いや、ちょっと待って、これ。なんかもう怖い、もう怖いわ。マジかよ。ミニペさんが三死？いや、三死だったらウェルカムなんだけどな。ロボ、ちょっと待って待って。いや、ラバーエリポン。いや、これさ、相手のなんか分かんないの怖いっすね。マジで何が来るんってなるじゃないですか、これマジで。いや、マジ何が来るんや、これ。まあ、三が使ったから普通にコウモリ強いサイクルなんですよね。さあ、いや、なあめ、いや、ファイボー。いや、ヤナアメファイボー。いや、サイクルがね。いや、これはまあ、ちょっとね、ビッグラポン。さあさあ、まあ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 。おられるものの、一応こっちも多少ダメージ与えてる、かつ、今マジックアーチャー残ってる状態。あと、この相手のエリポンはね、正直美味しいですね。美味しくて、まあ、サンガゴがいるな。サンガゴいる。でも、ヤナアメも回ってない。これ結構いい攻め。で、ミニペを出したいんですけど、お、そう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 。こっちにミニペされたら、いや、いい。いや、これ折れるんじゃない？で、逆もプレッシャー与えて、いや、でも、ヤナアメここ使ったのでかいね。そうそうそう。いや、いい。流れがいいね。まあ、ラバはね、なんか、やっぱ、ダメージ入るんですよ。てか、まあ、どのデッキもなんですけど、結局、ダメージ、ほぼ確で受けるので、その、受ける後ですね、しっかりカウンターを決めていく。なので、防衛するときに、ユニットをしっかり残すっていうのが大事になってくるよね。うん。このスケディガーですからね、実は。このスケも攻めて使ってあげてね。さあ、ヤナメ打って、いや、このコウモリがね、溶かしてくれるの熱い。で、こういうのも、できるだけ延命ね、ちょっとしてあげて、まあ、できそうな範囲でね。いや、これボムだったかな、正解は。いや、ボム、間に合うな。オッケー、ボム、ちょっとでも、よいしょ。いや、耐えた。激アツ。で、今、矢使ってる。コウモリ、無限に回します。なんならもう構えて言ってもいい。さあ、来る。さあ、こうやってボム。ボム。オッケー。いや、いい。しかも、バルキリーでタゲ通りながらの、ね、コウモリでね、あの処理。いや、いいね。オッケーオッケー。いや、ラバに2連チャン。
勝つのは熱いっすね。しかも初っ端のね、リポンね、壊せなくてのが流れだったので、さてはラファに強い。まあなんか、感覚的にはね、マザーネクとかがきついっすね。このデッキが流行ってた時は、マザーネクロがまだね、ゲームに登場してなかったので、まあ、なんかやっぱやっててマザネクはね、すごい厄介になってますね。コウモリスケなんでね、マザネク無双だけちょっと、嫌だねっていう、ディガー嫌な雨でしっかり処理とか、まあ、自陣来てからね、いや、これよ、これよ、マジ、これがきつい。これがね、きつすぎてさ、ボム。いや、これいるかな？いや、いらんかったな。いや、バルキリーがさ、思った以上に強かった。いや、オッケーオッケー。まあ、耐えたのはでかい。いや、このさ、ウォールブレイカー多分いらないんですよね。うん。エリクサー的にもそんな勝ってないし。まあ、結果、新、え？いや、違うな。んー、ザッピーのロイフだから、ちょっとわかんないな。新鋭対ロイフ的な香りを見せつつ、新鋭対ロイフの LSP がマザニックバージョンっていうパターンもあるし、なんか全然わかんないロイフのパターンもある。いやでもこれさ、俺のがサイクルがちょっと早いからさ、これが普通に強いんだよね。で、ワンチャンユニットからのこっちに混ざりく。いや、そうなんですよね。いやーはね、いらんっすね、ぶっちゃけ。ぶっちゃけいらないっすけど、まあ、確実に処理するっていう面では、いいね、なんか読みが冴えてるね。さあ、オールブレイカー受けてもいいけど、スケでいいや。で、折り裂いてる、次、ザッピーっすね。まあ、オールブレイカーで、ザッピー咲かすぐらい。ケツユニットと被ればね、ちょっといいんだけどな。ケツザッピーと被れ。さあ、被らない。新鋭隊来た。これ、コウモリで今の間に早めにと、マジアチャでね。いや、このホバは延命、これ、延命させたいね。ファイボで処理させたい。ファイボ使わないとね、勝利できないよっていう。さあ、ゴリゴリいきます。いや、ゴリゴリすぎるかな、これ。ちょっともったいない感もあるが、まあ、結果的にはいい。結果的には延命できそうな、ちょっとしてあげて。いや、ちょっと待って。いや、マジェちゃん、そっちじゃねえな、俺の犬愛しかったの。いや、でもいい。まあ。さあ、からの、結局はもう回転が相手ちょっと遅いので、もうゴリゴリに行きますよ。ゴリゴリに。で、ウォールブレイカーはどうせ折りが来るんですよ。俺の予想ではね。いや、来なかったんだけど。そう、折りでどうせ受けられるなら、打たない方がいいよね。っていうか、ウォールブレイカー追加しなくていいよねって。ついでに処理されちゃうんでね。さあ、マジアチャー。いや、こっからの防衛だよな、ちょっと。バルキリー2周回そうかな。マザネクね。マザネクだけちょっと。リガー、マザネクに当てたかったかもな。さあ、まあ。マジカチャ1周目を延命してるんでね。で、この1周目に相手が5使ったら2周目っていうね。オッケーオッケー。で、これは、まあ許容しながら、カウンター狙っていきたい。いやー、でも思ったより受けてしもうたな、ダメージ。で、またここにザッピーとかだと思うんですけど、いやー、これコウモリが持ってきてほしいな。いや、一応矢打って、削りっすね。いや、これちょっと流れが怖いかな。いや、マザネク、じゃあマジアチャー。こうファイブ来そうだな。バルキリー最強。いや、バルキリー最強。最強。ナイス。よくやった。いや、ダメージトントン。たる。折りか。さあ、ゴリゴリ行きたい。いや、ワンチャンマジアチャリ抜くの狙っていいな、俺。いや、まあ、嫌でいい。いや、嫌だけでいい。なんなら。いや、やった。勝ったんじゃね？いや、あの豚、美味しくいただく。この豚でさえ。一発。いや、もう一発気分、マジアチャの気分。さあ、ディガー回して、回したら勝ちってか、これマジアチャも残って勝ったっすね。うい、ナイス。いや、いいね。いや、なんか、思ったより戦えてるね、このデッキ。全然疲れてないんですけど、まあ、シンプルなロイホグクエイクとかもね、バルキリーがいるから戦えそうだよね。さあ、よろしく。あ、ルミリオンさんね、あの、バルーン使いの方だと思うんだよな。なんか、いろんなバルーン、を使ってる方だと思うので、いや、多分ね。まあ、ボムバックはね、前までマジ、ボムだけでバルーン抑えれてたんでね。そう考えると、昔のボムは強すぎた。いや、でもまあ、そこそこにバルーン抑えれるっちゃ抑えれるけど、言うてだよな。さあ、ランバータルなので、ボーラー入りのフリーズバルーンとかはね、濃いね。これ、トルネで金起動かな。うん。
いや、そうっすね。さあ、これは空振る。これ絶対対応来るんで、まあ一旦待って。さあ、インドラ、まあディガーでね、攻めながら。攻めながら、ちょっと回転、高回転意識していきたいですね、僕は。これ回転早いので、ここですね、今相手はベビドラ咲いたんで、僕のこのコウモリが無双するんですよ。だから普通にこれ、バルキリーコウモリの形だけで、相手はね、結構きついはずなんですよね。さあ、たるだけで。あんまなんか片サイドに行くとフリーズでまとめられたりだとかそういうのもあるんで、そうそうそう、これだけでね、いや、そこそこにここに熱い、いや、このマジアチャはイキリかな、イキリな気がするな、普通にこれバルーンと来られたらきちいじゃんっていうね。まあでもそれぐらいがちょうどいいみたいなのがある。さあ、コウモリが強い、コウモリもう何周も回してあげてね、これでベビーかトルネ使わしたいね、無理やりって。よし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 、うん、コウモリですね。今回のこの戦いで大事なのは。マジでコウモリで無双しまくりたい。いやー、このマジ、このベビー痛えな。このベビー痛えんだ。痛いが、許容せざるを得なくて、また、タルかトリネで対応、ステッパーしてあげて。さあ、で、1400側をこのまま削り切ることは、可能なのかな？だから絶妙っすね。できそうだけど、なんかできなさそうな。さあ、トリネ使った、これ、ベビドラさえ防げばもう最強。さあ、ベビー？いや、回らない。いや、熱いね。さあ、逆が入ると。いや、マジで回転早いのね、いいね。相手まだバルーン一回も飛ばしてきてないですけどね。まあ、ワンパンされるんでね、全然僕は。全然僕、ワンパンされるから、その辺だけちょっと気をつけて。で、逆サイドもちょっとね、攻めながら、コウモリね。いや、コウモリなのよ。マジでコウモリ。これ見て、このコウモリがあのベビーをやってくれると熱いけど、やってくれなきゃこれハードカウンター。やばい。さあ、まあ、ボム出して。さあさあ、ユニットいろいろ離してな、置けば。で、最悪ね。最悪やなめです。いや、ここは大丈夫。最悪これは大丈夫。一応釣ってあげて、ポケフリーズ警戒してね。これ普通にこの、バルキリーだけでも、めんどくさいっすね、相手は。さあさあさあ、ディーガー。このディーガーは無視できないもんね。で、ここは、ちょっとなんかね、おしゃれに行って。いや、なんかね、うん、マジアちゃん俺全然出さんやん、急に。これさ、釣れないとか怖いっすよね。おぶね！いや、マジでね、これが怖い。本当に怖い。釣れないがね、相手がまあ狙ってるっすよね。フリーズ？おい、いや、怖すぎる。まあ、釣れないだけね、やめてほしい。いや、このディガー絶対いらんかったな。さあ、ベビドラね、単純に、あとインドラ。で、正直、反対側を攻めたい。さあ、いや、一応、いや、これね、いや、もうこれでね、耐えてほしい、耐えてほしい。耐えれるね、これ耐えれる。いや、これ結構熱いぞ。いや、この流れは熱いぞ。いや、なんで行かれるねん。ちょっと待って待って待って。行かれるのは今のはダメ。さあ、ランバル来る。いや、このボムタワーの位置がね、あんま良くねえ。さあ、で、爆破入ると終わるんで、もう爆破も入れちゃダメ。で、こう、マジアチャで射抜きたいですね、僕は。勝つためには。さあ、マジアチャ射抜きたい。射抜かなきゃ勝てない。ね、射抜けば勝てる。いや、熱い。さあ、矢波を回す。矢波回す。これ、矢波圏内じゃないのか。矢波？矢波圏内だよな、多分。え？ 193、クミちゃん。おい、来た。でかっ。いや、これはマジででかい。いや、熱いっすね。いい矢でしたね、最後。さあ、というわけで、まさかの12勝無敗でしたね、このデッキ。そう、ゼロから使ったんですけど、一回も負けなかったっすね。いや、というわけで、ちょっと皆さん、このバルーンっすよ。バルーンじゃねえわ。ごめん、間違えた。大事なとこ間違えたわ。このね、マジアチョールビューが多分、現環境も戦えるっぽいっすね。ぜひ皆さんもね、使ってみてください。というわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。